渋谷の街の変わりは本当にすごいもんでね、私ももう渋谷の駅とか使っても全然慣れないわけですけども、まあこれ2000年頃の渋谷の構造ですが、今から皆さんに渋谷の街がまた、2000年頃から今までの約20年間でどの程度変わっていったのかということを紹介します。でごめんなさい、ちょっとうっかりしてたんですけど、これ埼京線の話だけするのを前回忘れてました。前回からね続きなんですが、少しだけ話を戻しまして、1990年代、の終わり頃にですね、いよいよ埼京線を、恵比寿とかそっちの方まで持っていこうということになったわけですが、その埼京線の渋谷駅を停車させる場所がありませんでしたので、じゃあどうするかと、JR 考えまして、ここにもともとあった貨物駅もそれ1980年に廃止になっちゃってました。別にいらないじゃん、余った土地はですね、ここ一部住宅展示場とか、それからビルとかが建てられたりしたらしいんですけども、ここに新しく埼京線ホームを作ることになったわけです。埼京線ホーム、これまあそれは聞こえはいいですけども、しかしもう面倒なことこの上ないわけでして、15両編成の湘南新宿ラインも後に止まるようになった、まあ、立派なホームですが、こんなところに作られてもですね、渋谷の人たちはみんなここを利用してるわけで、ここまで 350m 離れてるのどうやって乗り換えるのか、これは一応連絡通路でね、こういうふうにこう結んでもらってはいたわけですが、まあめんどくさいですね。ところがここにはもう東急デパート、東横急、東横線、はいこちらにも東急デパート、どこにも埼京線止める余地なんかなかったし、もうそうやってここをとりあえず脇を山手線の貨物線が抜けた後、この広くなったところにホームを作るという以外には、まあ方法ははっきり言って全くなかったわけです。でもそれでも止まらないよりは止まった方がいいですからね、しょうがないなと思うんですが、いよいよそのめんどくさい渋谷をですね変えようということになりまして、まずその1、2008年にですね、新宿方面からやってきました、地下鉄の副都心線がやって、入ってきました。これはこうですね、まあこっち新宿方面と書いてきますか。でまあつってもただ別の路線が1個入ってきただけだったんですけど、この副都心線は東急東横線と直通運転をするという前提で作られておりまして、そしていよいよですね2013年の3月には、その直通運転が始まり、東急東横線は、3月の16日かなんかをもって、地上駅での営業を終了して地下化されることになったわけです。これは結構大きかったですね。でこの東横線のホームもね、まあ、私も当時中学生で鉄道好きだったんですけど、地鉄全然興味がなかったからね、なんか東急の地上駅がなくなるの、ああそうみたいな、その感じで全くもって行こうとも思わなかったし、記憶もあまりないんですけど、いやちょっとぐらい渋谷駅の様子見ときゃよかったなと今になってみれば思いますね。とてもちっちゃい時に 2,3 回利用した記憶ありますけど、まあなんか小田急の新宿駅と雰囲気は似てたかな。で地下化されて、まあ、地上の部分はですね、それから先しばらく時間をかけて解体されるということになりました。でその後、まあ、今ちょっとした通路とかになっててね、ここをもともと東急が、走っていたその跡地のところ広く余りましたんで、今ここに Google、 もう私のあれですから、なんていうんですか、元請け会社っていうの、私に仕事を振ってくれるありがたい存在なわけですけど、 Google の会社がここに入ってますね。で、それからですね、まあ、これがまずなくなったと。でそしてじゃあ次にどうするか、この東急デパート、両方ありますけども、1930年代に建てられたこの古い東急デパートを、壊して作り直して、そして大きいビルをまた作って、そしてもっと、収益力のある場所にしようと東急は考えまして、そしてまあ、2015年ですかね、この東急デパートの東館がまず閉館しました。そして潰されることになったわけです。現在は更地になってますね。妙に土地がねスカスカになってますけど、まあ、これから先またここにデパートができるんだろうなと思います。ただここの土地こうやって見てみると、昔デパートがあったとは思えないほど狭いんですよね。こんな狭いところに電車通ってたのかと思って、私はどちらかというとびっくりでしたけども、まあともかくそういう風な形です。でこれで開いた、よし、ついにですねこの JR のこちら側が全部すっきり開くということになったわけですよ。で、それからじゃあそれだったらばここに、埼京線のホームとかも移せるねというのがこの間の工事なんですけど、まあ、その前にですね私も、2013年の、1月にね行きましたけど、銀座線の渋谷駅になかなかね國學院大学通ったりするときに好きな雰囲気のところでしたが、まずこのこちら側の東急デパートに直通して山手線のホームをまたいでいた、その銀座線のですね渋谷駅を、こちら側へ移設することにしました。でこれはまあ将来の乗り換えの利便性を考えてということでして、まあ、それに先んじたことでもあるんですが、まあ、銀座線の駅に入るのにですね、ここにあった
東急百貨店の西館の1階のところから入ったりするわけなんですけど、その道筋もめんどくさいと。山手線から上がるときも簡単に、確か中央改札の方だったら簡単にそんな難しくなく行けたと思うんですけどね。ただ場所によってはもうぐるぐる階段回ったりしなきゃいかんということで、こちらの、明治通りの上に移設した方が、銀座線は使いやすいという判断で、でこちら側に新しく明治通り改札っていうのも確かできましたんで、それでね銀座線の、駅が少しこの、道の、あ、これ道はもうちょっとこっちか、もうちょっとこっちで書かないといけないな。もともとあったところよりもこちら方面へ移設されることになったわけです。だからデパート直結の駅ではなくなっちゃってね、その点ではちょっと昔ほどのかっこよさはないのかなと思うんですが、まあ一方でこれもこれでね、街の真ん中になんかまるで美術館の展示品みたいなのができたような感じで相当立派な構造です。でそれから引き続き渋谷マークシティの中まで、銀座線の回送用の線路がね入っていくということは、それは変わらないそうですけどね。で、東急のところもですね、なくなって、ここはいよいよマスカスカということになったわけです。これが今年の1月の話です。そして、ついこの間、2日前ですかね、6月の1日に、いよいよここにあった埼京線のホームがですね、移転するということになりました。で、移転といっても、まあ、実際には移転というよりは、ホームの長さの変更と停止位置の変更というのは、まあ、実際のところかなと思うんですけども、このホームがですね、こんなに長くなりまして、で、まあ列車はこっちの奥の方までは止まらないんですけどね、この辺で止まるようになることによって、ここにいよいよですね、山手線とぴったり並んだ湘南新宿ライン山手線の、上りホーム、下りホームを作ることになったわけです。ちょっと山手線がね、外回りと内回り分離してるのに、こっちだけ一つの埼京線ホームということで、なんかあんまり見栄えが良くないですけども、ちょっとこれはまた一個一個書き直してると相当手間になりますんで、ちょっとこのぐらいで勘弁してください。で、これがまあとりあえず今の渋谷駅の様子ということになっています。でこれは埼京線とか山手線とかのところから上に上がってこっちへ進めばすぐ銀座線の、確か乗り場につながるのかな。でまあどうなんですかね、割と簡単になったんじゃないのかなという気はするんですけど、特にこの下を通っている副都心線とか地下化された東急副都心線との乗り換えの面でも随分道が、まあ、でも地上乗り換えになるんだったかな、まだもしかしたら難しいのかな。でもこれから先また改善されていくのかなと思いますけどね。で、まあ、それからあと、まあ、銀座線というのはもともと作られた時は前回お話ししましたように、東急電鉄の系列であったわけなんです。東急グループだったわけですけども、まあ、現在は別にそういうことではないので、もう東急デパートの中までね銀座線を駅の中へ直通させるという、メリットがそれほどないということももしかしたらあるのかもしれません。で現状このようになってますが、もうこの間のですね3月にここにあった、旧玉電ビル、この東急百貨店の西館ももう閉館しておりまして、まあ、現在では売り場の中に入ることはできませんけども、その1階部分にですね、1階とそれから2階部分のところに、JR とかのまあ改札に入るための、まあ、通路として普通に立ち入ることができていまして、昔ここに路面電車がね直接、建物の中に乗り入れていたその名残を感じることもできます。でこれからまださらに渋谷は変わるんですが、もう本当にすごいことですけどね、次にどうするかと言いますと、まあ、このビルをまず玉電ビルを解体します。で山手線の外回りホームを廃止して内回りホームを広げる。もともと1940年にこの渋谷駅の山手線はホームを広くするということをするためにだと思うんですが、増設工事はしていたんですけれども、まあ、今の山手線の渋谷駅はね、まあ、行ってみれば分かりますけど、すごいホームが狭くて、まあ、ちょっとは危ないかなという感じがするし、なんかいろんなものがホーム上に置いてあったりでね、ちょっと不安なところが随分多いように思いますんで、この山手線のホームもですね、これから先また、いつになるのか私は知らないですけども広げられるということです。まあ、それは多分ここの、東急デパートを壊してからになるのかなと思いますけどね。で最終的にここに来ておりますこの銀座線とそれからこの渋谷マークシティのところは、歩いて渡ることができるようになっていて、ここにやってくる井の頭線とかですね、まあ、井の頭線とも、そのままフラットに、そのまま歩くだけで乗り換えることもできるような構造にするということを聞いておりますということですかね。もともと埼京線が止まっていたホームも奥までは行けず、現在ではここら辺までに、ね、なったのかなと思うんですけど、まあ、あと他に紹介するべき点としては、もともとですね
こういう風に流れていた渋谷川というのがあったんですけども、まあ、大体こんな感じで流れてたと思うんですが、この川が地下1階ぐらいの高さを流れてるわけですけど、ここに副都心線とか の駅があるんで、こんなところで流れられてると邪魔なんですね。お客さん の通り道にもなるということで、わざわざ地下をですね、複雑にこう行ったり来たりしなきゃいけないということになってたんで、まあ、東急はこれもですね、お金をかけて、多分 こんな感じだと思うんですけど、この地下を通してですね、そしてこういう風に変えてしまったわけです。で、これによって渋谷駅の地下のところはすっぽり空きましたから、地下街のですね、設計も大変しやすくなって、でそして人々の動線はますます整理されているというわけでございます。で、現在はこのようになっていますけれど、また将来ですね、この空いたところ、この辺と、それから、この辺だと思いますが、この2箇所に、超高層ビルを作るということになっておりまして、まあ、これはまた東急がね、渋谷の街をこういうのを作るとより一層高める、まあただでさえ光栄とかね、そういうのまでできて相当立派な作りになってるわけですけど、まあもっとこれから先も高いビルができるんじゃないですか。まあ、埼京線のホームがいつまでこの長い状態でやってるのかわかんないですけど、これは京都駅のホームの方がさすがに長いのかな、多分そうだろうとは思うんですが、でもこれも日本で多分相当上位レベルで今長い単一のプラットフォームになってるのかなと思いますんで、まあ、まだまだ変わりますけども、ある程度最終的な着地点も見えてですね、まあ、一時期に比べると相当見やすい渋谷駅の構造になったのかなという気がしますけど、皆さんの長年のですね、渋谷駅の改良の工事にひたすら携わっている皆さんの、おかげさまで、だんだんと最近では、便利になっているところでございます。まあ前も便利でしたけどね、渋谷はもと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 前回の動画で、この辺の道玄坂の上あたりが渋谷では栄えてましたって話しましたけど、現在渋谷の中心というのはこの辺になってますが、それも間違いなくいろんな方向から鉄道がやってきて、そこに物が作られて人を集めるように、東急電鉄とかがですね、開発をしていったから、まあ、このような形に今はなっているわけでして、交通が密集しているならではということは、それだけ密集がどんどんするのであれば、その交通を一旦ある程度のところでね、整理していくことも必要なんだろうなというふうなことを、学ばせてもらいました。じゃあ、こんな感じです。どうもありがとうございました。